ここは JR 四国土山線の土佐山田駅です。ここで今ですね、16時過ぎに阿波池田行きの列車が止まって、特急などを通過待ちなどをするということで、4時半まで動かないということでございました。とりあえず外にね、ちょっと気晴らしに来たらですね、とにかくアンパンマンだらけなんですよ。もうアンパンマンのオンパレード。もう右を見ても左を見てもどこを見ても、うわ、上だけ空なんですけどね、もう辺り一面、こう、アンパンマンでいるんでね、あまりにもなんでかなと思ったら、ちょっとあまり無知だ、すいませんけど、柳瀬隆さん、こちらのお生まれのようで、柳瀬隆博物館というものがこちら上市にあるようです。最寄り駅がこの土佐山田という駅だそうです。JR 四国はね、アンパンマン列車とかアンパンマントロッコとか非常に積極的に柳瀬隆さんのアンパンマンのキャラクターを使われて、いらっしゃるようでして、まあ、そこまで僕知らなくてね、まさかこの駅が足止めを食らったこの駅が柳瀬隆さん、アンパンマンの作者のお生まれ地だったということは存じ上げませんでした。どれだけすごいかちょっと見てみましょう。土佐山田駅の改札に改めて入ったんですが、改札を入ってすぐ右には、まあ、これはよくあるスタンプラリーのこういったスタンプ台ですよね。こういうのはねよくあることなんですけど、まあ、ここからが問題です。まあ、こういう風にね、くず物入れもまあどちらかというとバイキンマンだけにした方がねよろしいような気もするんですが、阿波池田行きのまた普通列車に乗りますけども、私が一番大好きなメロンパンナちゃんです。可愛いっすよね、丸顔でね、なんかこう目がクリクリっとして、ジャムおじさんですよね。顔を焼いてね、顔が濡れると力が出ないよ。アンパンマン新しい顔じゃ似てないですね、ごめんなさい。あと僕が知ってるのがこの食パンマンと、カレーパン、カレーパンマン、この人たちは知りません、申し訳ありません。どういった立ち位置でね、どういった活動をされているのかっていうのもよく分かってないんですよ。すごいですね。メロンパンナちゃんまたいた、可愛らしい。食パンマンでしょ、食パンマンとメロンパンナちゃんと、アンパンマンねそこまで好きじゃないんですよ、実は主人公なんですけど、なんかねバイキンマンとこういつも争っているように見えて、実は仲良しじゃないかっていう感じがするんですよね。やっぱり喧嘩するんだったらガチでやんなさい、あんたたち。でメロンパンナちゃんがね、そういうアンパンマンをなんかこうかばってね、いつもこう損してるわけですよ。なんかクーチョンみたいですね。黒かったらクーチョンですね、この子。だから黄色だからキーチョンとかいうのかな。まあまあすいません、なんかおむすびコロリンマンみたいなやつがいますよね。まあ、今電車に降りて、電車じゃないですね、列車に向かって今歩いてるんですが、とにかくこの駅中がこうアンパンマンで埋め尽くされていて、なんじゃこりゃみたいな。あれ久保川まで行くの、マジか。日が暮れますよ、そんなことしてたらね。まあ、柳瀬隆さんのゆかりの地ということでアンパンマンミュージアムじゃねえや、失礼いたしました。柳瀬隆博物館がこの土佐山田市ではありませんね、上市って言うんですかね。この駅から駅が最寄りだそうです。ということで、土佐山田駅のアンパンマンだらけの光景というのを、お伝えいたしました。よろしければチャンネル登録やグッドボタン、などもぜひよろしくお願いいたします。またツイッターとかね、インスタグラムとかそういったところに、共有から拡散していただくと非常にありがたいです。ということでありがとうございました。まずアンパンマンと映っております。それからジャムおじさんともね、せっかくなんでね、まあ人がそこら辺にいらっしゃるので何とも言えないんですけど、まあいい思い出でね、はい、